代々木ゼミナール講師の北澤浩一です。浩一講座では漢文が、日本で用いられていたこと、漢文の訓読書き下し文が、日本語のルーツになったことをお話しいたしました。この高2講座では漢文の勉強がもっと直接的に、現代日本語の理解に役立つことをお話したいというふうに思います。現代の日本、多く熟語を用いますよね。で、漢字の勉強をしていて、熟語の構成、成り立ちがよくわからない、そういう経験をした方いらっしゃるでしょう。下の字が、上の字の目的語保護になっているもの、これどういうことだと、どう判断するんだと、それで戸惑ったという経験、ある方もいらっしゃるでしょう。実は全ての熟語は、漢文で訓読することが可能です。熟語を漢文で読むことによって、熟語の構成を分析し、熟語を深く正しく理解することが可能です。実際の熟語で見てみましょう。日没、地震、雷鳴、これ漢文で読んでみますと、日没は日没と読むことができます。日、太陽が沈むですね。地震は地震る、降ってのはこれは歴史的仮名遣い、昔の仮名遣いで奥穴をつけたもので、読むとき現代の仮名遣いで書いたらふるう、震えるはふる、ここではふるうですね。地面が震える。雷鳴は雷鳴るというふうに、漢文で読むことが可能です。これらは、雷が鳴る、地面が震える、太陽が沈む、上が主語、下が述語になっているものです。他のものも見てみましょう。最新、急行、美人、最新は、これは最も、新しいって読んじゃってもいいけれど、新たなりと読んでおきます。急行は急ぎ、行く、急いで行くというふうに読んでも結構です。美人は美しき人と、これらは上の字が下の字を修飾している、上の字が下の字を修飾説明しているものです。下の字が上の字によって修飾されています、最もが新たなりを修飾している、ただ新しいだけじゃなくて最も一番新しいというふうに修飾している。ただ行くのではなくて急ぎ行く、急いで行くというふうに急ぎ、急いでが行くを修飾している。美しい人、ただ人ではなくて美しい人だと、美しが、美っていう字がですね、下の人を修飾している、上の字が下の字を修飾しているものです。勧誘試験、勧誘、勧はこれ進めるって字ですよね。予備校に通うように進める、進め、誘は誘う、いざなうという字ですね。これもほら、予備校に行こうぜというふうに誘う、これも歴史的仮名遣いでは不、読むときには現代仮名遣いでは不です。予備校行こうぜって進める、予備校行こうぜっていうふうに誘う、同じ意味の言葉同義語、似た意味の言葉類義語をくっつけた熟語ですね。実は試験もそうなんですよ。試っていう字は、試すとか、あと試みるというふうに読みます。じゃあ試み、剣という字、このね読みは知らなくて結構ですが、剣という字はね、ケミスっていうね訓読みを持っています。このケミは皆さん知らなくても結構です。試も剣も両方ですね、試すって意味です。皆さんの力が、学力が試されるのが試験だ。同義語類義語をくっつけた熟語、長短生死、こちらも皆さんですね、ちょっとこれは反対だなってお気づきかと思います。流しと短し、対義語、反対の意味をくっつけた熟語ですね。生死もそう、生きる、昔の言い方だと「生く」っていうふうにですね、読みます。生く。あとは「死す」、死すでも死ぬでも結構です。これも対義語、反対の意味をですね、くっつけた熟語ですね。一番複雑、皆さんが理解しにくいのはこれかもしれません。即位、就職、卒業と挙げました。即位は、これは位に、この字にはつくというね読み意味があります。王の位につく、皇帝の位につく。就職、これは職に、就って字作ってものはね現代日本でも普通に用いますね。つく、上の字が動詞、下の字がその目的語になっているものとお考えください。卒業もね実は同じ、上の字が動詞、下の字が目的語になっているもの。卒業は漢文で見ますと、行を追うって読むことができます。追う、昔の仮名遣いだと「おふ」です。これ読むときは「追う」ですね。この「追う」というのはこれと普通の「終わる」という字とですね、ちょっと見にくいですね。同じで、この場合は終えるですね。で、行はこの場合は学業の行とお考えください。学業を終えるのが、これが卒業ですね。ちょっと待ってくださいね。最後こちら、不明非常無理と、今若干私無理って心境になっていますが、これは上の字か下の字を否定するものです。明らかならずと、非常は常にあらず。無理は理なしと読むことができます。明らかではない、わからない、常にあらずですから、いつもではない、いつもと違う、理なし、道理がない、理屈に合わない、上の字が下の字を否定しているものですね。大学入試ではその漢字10個の意味がこのような形で問われることもあります。ご覧ください。次の文章を読んで後の問いに答えよう。廃校劉邦の臣下である樊噲は、校門にある項羽の陣を訪れた主君劉邦に危機が迫っていると聞き、項羽や劉邦のいる陣幕に飛び込んだ。で、私が漢文本部を読んでいる間は、皆さん本文のその部分を目で追ってください。返り点に慣れていただきたいと思います。で、漢文は読みが大変重要です。スラスラ読めれば、それで体は取れる。読みがそのまま意味なんですね。ですので大学入試ではほぼ必ず読みの問題が出題されます。いきましょう。長領曰く、長領が言った。廃校の三条、半壊というものなりと、三条に中がついています。護衛のために同情するもの、廃校の三条、廃校の護衛、半壊というものですと。孔王曰く、孔王、孔雨が言った。宗師なり、これに死守を賜えと。宗師、立派なやつだ、大したやつだぐらいにお考えください。賜え、賜うというのは与えるで結構です。基本的には目上が目下に与えるときに使います。これに死守を、死守に中の2番がついていて、大杯に入れた酒とあります。彼に死守、大杯に入れた酒を与えよ、与えなさい。で、このこれというのはですね、ここでは彼に、半壊にを指しています。こういった何かを指す言葉、何を指しているのか確認しながら読むとですね、本文全体が理解できます。またその漢文本文の読み方はですね、高3講座でお話しいたします。すなわちと死守を与うとは中の3、当時の1斗は今の約2リットルとあります。1斗の死守を与えた。快拝し、謝して立ち、立ちながらにして、これを飲む。快は半快の快ですね。拝は拝礼の拝ですから、皆さん、こうお辞儀してとね、実際にはこの後立ちてとありますから、ひざまずいてお辞儀したものと思いますけれども、お辞儀をして、で傍線部射して、で立ち上がって立ちながらにして、でこの漢字はですね、読んでおりません。漢文に慣れるまではですね、読まない字は読まないということが分かればそれで十分です。これを飲むのこれ何を指しているか大丈夫だよね。死酒、酒ですね。立ちながら、立ったままその酒を飲んだ。では行きましょう。傍線部 A。傍線部 A、社と同じ意味で社が用いられている熟語として最も適当なものを次の1から5のうちから1つ選べ。社っていう漢字はですね、複数意味のある漢字ですので、漢字の知識があった方が良い。でこの漢字の知識、あと熟語の知識ってのは漢文特有のものではありませんよ。現在でも使えます。ここに挙げられている熟語も現在普通に使用するものばかりです。社の意味を、まとめておきましたのでこちらをご覧ください。社の主な意味はこの4つです。礼を言うってのは、感謝の謝と考えてください。感謝する礼を言う、その他謝る、詫びる、断る、衰える、しぼむなどの意味があります。さあでは選択肢のですね、熟語がどこに入るのかちょっと考えてください。1番伯者、これ現在でも使えますよ。伯者を進呈しますなんていうふうにですね、使います。さあこれ熟語例ね。これが実はこの礼を言うなんですよ。この場合のですね、薄いというのはアップにしないでください。これわずかばかりの、些細なお礼という意味です。訓読するんであれば、薄き社っていうふうに読むことはできますね。上の字が下の字を修飾しています。2番の、謝罪、3番の陳謝はこれ現在でもよく使う謝るって意味ですよね。謝罪は、罪を謝すとか、あとはわびるの昔の言い方で罪をわぶなんていうふうにですね、読むこともできます。上の字が動詞、下の字が目定語になっています。陳謝、陳の方はね、これは皆さん覚える必要はありませんが、ここでは理由とか事情を述べて、の送りがなべてで読みを書いておきたいと思います。謝す、詫ぶ、理由事情を述べて詫びる、まあ同義語類義語をくっつけた熟語に近いですね。選択肢4番の謝絶なんですが、まあ、病院なんかで面会謝絶とありますと、来てくれてありがとうでも会えない、まあ、そういうねイメージを持っている方もいらっしゃると思いますが、謝も絶も両方断るという意味です。まあ謝し絶と呼んでおきましょう。同義語をつなげた熟語。はい。はい、選択肢5番代謝ですが、新陳代謝の代謝ですね。新陳代謝ってのは新しいものと古いものが入れ替わる。まあ、新しいものが出てきて古いものが変わって代わりに衰える。考えてくださるといいでしょう。ちょっとですね、漢文では読みにくいんですけれども、まあ、変わる変わる謝すとか、まあ、衰えるっていうのを、まあ、昔の、読みで言ったら衰う、見えますかね、変わる変わる謝すとか変わる変わる衰うなんていうふうに読んでも結構です。まあ、これは難しい、分かりにくいんですが、まあ、上の字が下の字をですね修飾しております。では本文のですね、この「謝」は一体どの意味でしょうか、考えてみましょう。まあ半壊が拝礼して、でここでさ謝ったとか断ったとか衰えたって変ですよね。まあ酒をもらったわけですから感謝して礼を言って立ち上がって立ったままその酒を飲んだ、これは1番礼を言う感謝の謝でしょう。そうしますと、回答は1番の白謝が正解ということになります。漢文を学び漢文で読むことによって、熟語を深く正しく理解することができます。まあ、日本ではこの熟語を使って、外国語を翻訳し、まあ、抽象的な概念なども理解してきました。まあ、漢文の学習というのは昔のことを学ぶだけではなく、現在も使用しているまあ熟語の理解にも役立つんですね。高2講座は以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。